はいどうもポテトンです。今回はアシナ7本槍の山内さんの方をね、誰でも倒せる方法でやっていきたいと思います。まずこの塔の上にいるかと思うんですが、近づくとね、このように振り返って追いかけてきますので、一旦ねワープ地点の方まで戻りましょう。でボス前にね、一通り雑魚は処理しておいてください。で今回はアイテムの握り牌と忍具、火筒、バネ式の方をね、準備しておいてください。ここまで、帰ってきて、まあこのようにね BGM が消えたら振り返って帰りますので、背後から忍殺を決めていきます。忍殺を決めましたら、まあ握り牌ここは投げても投げなくてもいいですが、このあとね、こんな感じでR2 のためで、爆炎を使っていきます。で炎上状態になるかと思いますので、一旦ね炎上が収まるまで待ちましょう。で収まりましたらまたね、握り牌をこのように投げて、同じように火筒で、炎上させていきます。で片白がね15個しかないという方については、油を使うと、ダメージアップしますので、先にね油を投げて握り牌投げてから、このようにね爆炎でダメージを与えていくといいかと思います。であとはね、基本的にはこの握り牌と火筒の爆炎の繰り返しになっていきます。握り牌が一応ね、距離が短いので結構前に行かないといけないんですが、相手のね危険攻撃には気をつけて投げるようにしてください。はい、これぐらいまで来るとあと一発でちょうどね、18個あれば HP がなくなるぐらいまで来ますので、もうあとはね、ゴリ押しで R1 ご利用しでいけるかと思います。はい、こんな感じでね、相手の突き攻撃さえまあ注意していればね、ノーダメージでいけるかと思いますので、弾きと見切りができない方もね、ぜひこの方法でやってみてください。では今回はこれで終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録お願いいたします。ではまたねー。